未来を担う世代へ向けたラジオの中の公開講義、未来授業。今日の講師は作家瀬戸内寂聴さん。未来授業。この番組は暮らしをもっと楽しく快適に、川口技研がお送りします。2021年11月、作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが亡くなりました。99歳でした。今週は寂聴さんが生前、ジャパン FM ネットワークのラジオ番組で語ったお話から、その言葉と人生に迫っています。作家として活動する一方、51歳の時に出家して僧侶になった寂聴さん。京都の嵯峨野に小さな庵を結び、寂庵と名付けました。ひっそりと佇むお堂、四季折々の植物が茂る庭、法話の会にはいつもたくさんの人が詰めかけました。寂聴さんが90歳を超えた頃、その寂庵に大きな変化が訪れます。未来授業3時間目、テーマは寂庵改革。去年の3月、ずっともう何十年もね勤めてくれた人がですね、ある日突然ね、辞めさせていただきますって言うんです。どうしてって言って、私がね、その90も過ぎてですね、まだもう前と同じように前よりもさらにね働いてるって。それはね、だん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 その寂庵のねの従業員がね増えてきてね、その我々を養うためにね、庵主さんがね働いてるのをもう見るに耐えないって。だから私たちはね、がもう辞めるからね、もう少し楽をしてくれって言うんですよ。そんなこと言われたってね、急に言われたって困ると思ったんですけど、で、あんたいくつになったのって、もう70いくとかね、わからなかったの。で、うちに来たらね、みんな私に習って若く見えるんですよね。だから、まだ50いくつかなと思ってたのに、もう70いくとかって言うからね、それで考えてね、それで、初めて聞いた、一体何人養ってどれだけお金かかってるのっていうのを聞いてみてびっくりよって。で、12人くらい養ってて、それもすごいお金なんですよね。それを私が一生懸命稼いでた。そしたらもう何人か私も辞めます。私も辞めて、行ってくれて。で、あと、一番安いね、人は一番若い人でしょ。その人が、その時、今20、まだ、3か4です。その人、2人で残ることで、やっていけるって言って、やりますなんて言うもんだからね、もう結局みんなやめてもらう。今だったら私がね、退職資金出せるって言うんでね、それで一応精算したんですよ。でも、あとどうなるかと思ったら、そのね、若いね、人がね、本当私ね、怖いんです。今、誰もいなくなって、自信ないなんてか、どうなるのかだって思ってたけどね、やっぱり若い人ってすごいですね。もう、どんどんね、自分でね、こうね、力つけてですね、もう、一度今不自由じゃないの。結構ね、面白いの。でもね、とんでもないことを言うでしょ。その考え方が違うから。だから、いろんなことを教えてくれてね。それで、今、もうね、若干で、ナウっていうのが流行ってて、お茶持ってきて、ナウとか。これから誰かに電話して、ナウだってね。そんなの教えてくれるの。で、面白いですよ。若返りました。話が通じないと、何言ってるか分かんないって言うとね、古いのね、なんて言ってね、教えてくれるの。それで、向こうもね、例えばね、低層って何ですかなんて言うのね。低層ってミサオ。ミサオって何ですかどんな字書くんですか、そんな感じなんですよ。だから、もうね、世界が違うの。でもね、人間はね、変わるんですよ。ね。だから、100年前、去年が政党ができて100年だったんですよね。だから、その100年前にね、あんなに大騒ぎしたね、女の自由とかね、女の生活確立とかね、言ってたこと。今もね、できてるんですよ。だけど、それに100年かかったのね。だからね、やっぱりね、変わるの、世の中は変わる。人間も変わる。変わるんですよ。で、変わるってことはやっぱり認めないといけない。
怖いことだけどね、やっぱり変わらなければね、もう、だってもう賃貸して腐るじゃないですか、物事は。水は流れなきゃいけないの。だからね、私はね、もうとても楽しいと思う。もうその、死ぬ前に、こんな面白いことね、ないと。朝からもう夜まで笑っててするんだって、あんまりおかしいから。それ例えばね、もう、まつげなんてこの人ですよ。もう、爪なんてもう、綺麗でしょ。それが高いから自分でしてるってね。もう一つ一つね、そうで、ね、会話ができるんですけどね。ああ、そうか、と思って。それでね、いや、あんまり変なこと言ったら古いとかって言われますから。面白いですよ。昨日なんかね、変な言葉を教わって、でもう忘れちゃったわ。なんか、怒る子と知ってる？なんかね、長い言葉なの。あ、激おこぷんぷん丸です、ね。あ、それ。もうちょっと言って。激おこぷんぷん丸です、ね。そうそう。で、こんなことする。それを昨日教わったの、昨夜。でもう忘れてた。でも、そんなこと、そんな長ったらしいこと言ってるとね、怒ってる感じしないわね。私が覚えが悪いって言って怒るんですよ。どうせ明日忘れてる。その通り、今朝言ってやろうと思ったら出てこなかった。未来授業、今週の講師は、作家、瀬戸内寂聴さん。今日のテーマは、寂庵改革でした。明日も瀬戸内寂聴さんの授業をお送りします。